アルハンブラ宮殿アベンセラヘスの間の噴水水盤。水盤は建築物に設けられる浅い水面。国土交通省では集計用とされ、緑化施設からは外されている。景観を構成する要素として集計を行う周辺環境を反射して景観とする視覚的に区切りを設ける水に浮かぶような景観をもたらす静寂さの演出等の効果を生ずる。 太陽光を反射して断熱、最高に用いる。流入する風の温度を下げる水遊び場といった視覚的効果にとどまらない活用もなされる。水盤は噴水と組み合わされたり屋内に設けられる場合もある。認識しにくいため事故の危険性が指摘されている。あなたの街の緑化を進める制度。国土交通省。 P6、2016年11月12日閲覧。例、姫路駅北駅前広場の水盤実証実験の実施について。姫路市、2016年11月12日閲覧。建築物を反射する例、テクニカ福井新社屋。竹中公務店、2016年11月12日閲覧。空を反射する例、内藤博士。建築コンセプト。 島根県芸術文化センターグラントは2016年11月12日へ閲覧。例、第18回愛知町並建築賞の受賞作品について愛知県2016年11月12日へ閲覧。例、桑原しより学びの館ローズコム戸田建設2016年11月12日へ閲覧。例、館長営然事業における 景関形成ガイドライン。国土交通省。2016年11月12日閲覧。例、九龍明。国立長崎原爆死没者追悼平和記念館。2016年11月12日閲覧。例、立命館大学絹笠キャンパス新体育館。建設事業。建築研究所。2016年11月12日閲覧。例、 帯びなた第13回環境。設備デザイン賞日清食品グループザウェーブ。2016年11月12日閲覧。例。日本設計例8日本設計。P17。2016年11月12日閲覧。例。沢ポケット。三条市。2016年11月12日閲覧。例。亀田康支部。 貴重な水辺のいくつかマイナス5アルハンブラ宮殿の水辺。工業用水598、73から79、http w w w m i z u m i r a n e t mizubig e 工業 kousuich.pdf2016 年11月12日月ラン 竹村陽子。アベンセラヘスの間と、三姉妹の間。スペイン世界遺産と歴史の旅プロの天乗員と行く。彩り図社。ISBN 9兆7848億8392万6121。認識しづらい水盤水の中に落ちる事故パターン。建物事故予防ナレジーベース。国土技術政策総合研究所。 2016年11月12日閲覧。ありがとうございます。